マガブン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガブン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということで今回は、閉鎖的な限界集落に住んでみた結果、超話題の戦慄の村八分サスペンス。村八分サスペンス、パワーワードすぎわろたじゃねえか。そんなもんが話題になってんのか。まさかの実写化で現在話題沸騰中なんだ。ほう、期待できそうじゃねえか。それじゃあ早速紹介していくね。マガホン、漫画バラエティチャンネル。今回紹介するのは二宮正明先生のガンニバル、という作品。本作は日本文芸社、漫画娯楽で連載されていた作品で単行本は全13巻で完結しているよ。日文の漫画か。日文といえば、ギフトとか、マトリズム、とかマイナーな結構面白い作品があるイメージだぜ。本作は食人や村八分をテーマにしたサスペンス作品でキャッチコピーは、戦慄の村八分サスペンス、となっているよ。ほう、それだけ聞いたらはちゃめちゃに安っぽそうなサスペンス漫画だけど大丈夫なのか。確かにキャッチコピーは B 級感満載なんだけど実際はかなりの本格サスペンスなんだ。まあマガゾン視聴者は村八分とか演習とか好きなやつしかいないからおすすめできそうじゃねえか。てか村八分って何なんだぜ。村八分とは村落で起きてや秩序を乱した者が村の人間から迫害されることを言うんだ。簡単に言うと外部からやってきたよそ者を排除するといったものだよ。本作で言うと主人公がそのよそ者に当たるよ。簡単に言ったら集落の人間に主人公家族が迫害されていき、その裏でうごめく恐ろしい事件に巻き込まれていく物語なんだ。ほう、マガゾンにぴったりの漫画じゃねえか。ちなみに今はないけどこのチャンネルを開設して3本目ぐらいの動画で本作を紹介しているよ。今の基準では言ったらいけないようなこと言いまくってるから腰つべから村八分されたけど。じゃあ今話題だからとりあえず紹介ってわけじゃなくてうぷ主的には本当におすすめしたい漫画だってことなんだな。まさか実写化されるとは思っていなかったけどね。ちなみに実写版はまだ見れてないんだけどかなり好評みたいだから見た人がいたら感想を教えてね。それで主人公はなんで村八分されることになったんだぜ。まさか付け火して煙喜んだわけじゃねえだろうな。煙喜んだのは村八分陣営だし付け火されたからああいう事件が発生したんだと思うよ。まあ簡単に言えば集落に赴任することになった警察官の主人公が村に隠された知ってはいけないことに深入りしていくことが原因だよ。ほう、その辺は割とシンプルな設定じゃねえか。それじゃあ知ってはいけないことってのはさっき言ってた食人が関係してんのか。まさか洞窟の中で暮らして通りかかった人間を食べていたのか。それはスコットランドの伝説の食人一族のソニー・ビーンだね。ちなみにビーン一族に食べられた人は数百から千人以上とも言われているよ。気になる人は調べてみてね。そんなことはどうでもよくて、とにかく村で起きる不可解な事件には食人が関係しているよ。それも含めてもう少し詳しく解説していくね。マガトン、漫画バラエティチャンネル。ここからは序盤のネタバレが一部含まれているから注意してね。気になる人はよかったら概要欄のリンクから読んでみてね。それじゃあ行くよ。本作の主人公は都会から田舎の集落に赴任することになった警察官の阿川大吾。大吾は村で謎の失踪を遂げた前任の駐在に代わり、妻と娘の3人で山あいの村、公家村に住むことになるよ。大吾に対して村人は歓迎ムードで出迎えてくれて、集落での生活がうまくいくと考えていたよ。いらんことに首を突っ込まなければ。な。村人からも頼りにされていい感じだったんだけど、元刑事の大吾は前任の失踪について気になるんだ。確かにいきなり警官が失踪するって何かありそうだぜ。そのことについて調べていくと村人たちが何か隠していることに気づくんだ。気づいちゃった気づいちゃった。わーい、わい。この村の人間は人を食ってる。これは前任が失踪する前に残した最後の言葉なんだ。前任はもしかして何かに気づいて消されちまったのか。前任も大吾と同じく公家村に赴任してから村の秘密について調べるようになるんだ。そして最終的に何かに気づいてしまった前任は先ほどの言葉を残して失踪したみたいだよ。何かってか確実に食ってんじゃねえか。
まあ要するに前任の警官は村の人間が人を食ってることに気づいて調べてたけど深入りしすぎて消されたってことか。この村完全にイカれてやがるぜ。まあ大まかにはそんな感じかな。じゃあ気になるのは人食ってるのは誰ってことだよね。確かにそうだな。何の目的かも気になるぜ。本作の物語で鍵となるのは後藤家という一族。異様な集落の中でもひときわ異彩を放ち、村の人間でも後藤家には関わるなという暗黙の了解が存在するほど。ほう、間違っても日常で使える裏技を教えてくれそうにもねえじゃねえか。警察にも猟銃を向けるような攻撃的で野蛮な一面があり、明らかに常人の集まりではない雰囲気だよ。この後藤家は村で起こる不可解な事件の度に姿を現し、明らかに事件の鍵を握っている様子。本作は村の秘密を探る醍醐と後藤家を中心に物語が展開されていくんだ。確実にこいつらが前任の駐在葬ってんじゃねえか。まあそれは読んで確かめてみてね。ちなみに後藤家の人間よりもヤバい奴がこの村にはいるんだ。そんな奴いねえよ、後藤家最強伝説。それは凄まじい獣臭を放つ日本人離れしたタイプの謎の大男だよ。臭い大きな男の人。正気の沙汰じゃねえな。この大男は後藤家の人間すら恐れる存在であり、後藤家の人間はこの男を、あの人、と呼んでいるよ。そして最終的に後藤家の問題はこの男の裁量で決定されるよ。謎の大男の正体も本作の見どころだね。村人が恐れる後藤家、その後藤家が恐れる人物か。臭いし大きいしになるしで大忙しじゃねえか。イカれた集落に隠されたイカれた秘密を警察官の主人公が追う緊迫感満載の物語だよ。設定などを見る限りグロ重視で内容薄味かと思いきや、かなり本格的なサスペンスでチークさを感じないよ。孤立した集落に漂う異様な雰囲気と本格サスペンスならではの緊張感が魅力だな。事件の内容も現実離れしすぎておらず、実際にあってもそこまで違和感ないようなリアリティがあるのもいいね。突飛すぎる設定のサスペンスやホラーが好きじゃない人も楽しめそうじゃねえか。またどのサスペンスにも言えることかもしれないけど、真相に近づくにつれて緊迫感がどんどん膨れ上がっていくため一気に読んでしまうと思うよ。サスペンスだけどホラー要素も強めで個人的に好みだぜ。集落や陰鬱な田舎を舞台にしたジメジメした不気味な雰囲気の作品が好きな人にもおすすめだぜ。村八部とかイカれた風習などを調べるのが好きなマガゾン視聴者も楽しめる技だよ。ということで今回は二宮正明先生のサスペンス漫画、ガンニバル、を紹介させてもらいました。それじゃあ今回はこの辺で。それではまた。チャンネル登録よろしくねー。高評価、Twitter のフォロー、ブログのチェックも忘れずにー。マガゾン、漫画バラエティチャンネル、みんな覚えてねー。それではまた。